きます。2024明治安田生命 J1 リーグ第1節、東京ヴェルディ対横浜 F マリノス戦、横浜 F マリノスを応援しに国立競技場へ来ました。待ちに待ったリーグの開幕戦、開幕。16年ぶりに J1 に昇格した東京ヴェルディの弾幕です。 J リーグは1993年に開幕して、私まだ生まれてないんですけど、その時の一番最初の試合のカードがヴェルディ川崎対横浜マリノスだったんですね。さまざまな歴史を経ているから完全に同じとは言えないかもしれないけど、31年前の開幕時と同じカードで今日2024年のシーズンが開幕する、しかも同じこの国立競技場で開催されるということで、開幕当時から知ってる方本当に楽しみにしてたと思う。あの、私も当時のマリノスくんのT シャツを、あの、試合が始まったらユニフォーム着るんだけど、当時のマリノスくんの T シャツを中に着て来ました。公式からも当時のマリノスくんのグッズが出たりとかしているので、本当にこの31年前と同じカードが2024年に開催されるよっていうのが、 J リーグとしてもサポーターとしてもとってもスペシャルなんだろうなって思って、やればできる。93年のユニフォームを着て集まった皆さんです。すごい。マリノスってスペイン語で船乗りを意味するんですけど、その船乗りのセーラー服の V ネックと、あと勝利の V を掛け合わせて当時のユニフォームが作られてて、もう J リーグ発足した当時は水野がその当時の10クラブのユニフォームを一括して作ってて、ユニフォームを作るにあたって何色がいいですかってそれぞれのクラブにアンケートを取ったら、マリノス含め6、7チームが青がいいっていう風に回答して、そこからまあその説得などなどこう経て、それぞれのチームのカラーが決まって、で夜に試合してもユニフォームの色が見やすいかとか、写真を撮ってもちゃんとこう反射しないでしっかりこうユニフォームが見えるかみたいな記事とかのところも検討されながらユニフォームが作られていて、今着てないんだけど、ヴェルディはゴッホの油絵の筆のかすれ具合を参考にの31年前のユニフォームはデザインされたらしいです。以上、うんちく。確か軽量化が理由でエンブレムも印刷になってます。あ、そうなんですね。選手の試合のことも考えてユニフォームの生地も刺繍とかも考えられてるから、ね、それがこう毎シーズン毎シーズン更新されてるってすごいね。歴史を感じるね。J リーグお兄さんとお会いしました。あ、アカウントはこちら。ありますね、アカウントこちら。やればできる。いきます。
ばいね、素晴らしすぎるね J リーグ。これはさ、もう93年から見てる人は泣いちゃうよ。だって私だって泣きそうになってるんだもん。始まる2024シーズン開幕。 J リーグ初代王者と2代目王者の戦い、新たな歴史がまたここで生まれます。ハイラインハイプレスの東京ヴェルディに対し、ハリー・キューエル新監督率いる横浜 F ・マリノスはどのようなサッカーをするのか。新戦力を迎えた両チームの戦いに期待。え、カズだ。ポープ・ウィリアム選手にイエローカード、ヴェルディにフリーキックを与えてしまう。山田風紀選手が蹴ったボールはゴール右上に刺さり、マリノス失点。93年と同じように先制されてしまう。おー、マリノス、マリノス、後半2点取りましょう。マリノスは諦めず攻め続け、新加入渡辺大輝選手のサイドからのクロスで PK を誘発。キッカーは昨シーズン得点王のアンデルソン・ロペス選手。プレッシャーのかかる時間帯にもかかわらずしっかりと決める。マリノス1点目。今シーズンもやればできる。右サイドからヤン・マテウス選手がパスを送り、松原健選手がペナルティーエリア右から左足でゴールを決める。大歓声に包まれる国立競技場。ゴラッソを連発する松原選手。93年はラモン・ディアス選手が、24年は松原健選手が決勝ゴールを決めた。東京ヴェルディ対横浜 F ・マリノス戦、1対2で横浜 F ・マリノスが逆転勝ちしました。嬉しい。93年の時と同じカード、同じスタジアム、そして同じ得点差、そして同じ試合展開で勝てたという歴史的な試合で、そんな日をスタジアムで見れて本当に良かったなと、嬉しいなと思ってます。もうスタジアムのマリサポの湧き具合がすごかった。ブワーってみんなで感動を共有できた試合だったなと思います。ヴェルディが16年ぶりに J1 に昇格したからこそ叶った日だったと思ったから、何かが欠けていたら今日はなかったなと思って、試合始まる前にも感動してちょっと泣きそうになっちゃったし、逆転したところも本当に感動して、いい日でした。最高の試合でした。星降る夜を美しい。